日本神奈川県横浜市神奈川区千和歌町線。和歌町は横浜市神奈川区の町名。住居表示未実施で、現行行政地名は千和歌町1丁目から千和歌。町3丁目で2丁目が設けられている。郵便番号は221-0036。バーストルダストは千和歌町にある、神奈川区東部の臨海部に位置する。入り地型に入江川羽川及び時和川が流れ。 交点の西が一丁目、南が二丁目、東が三丁目となっている。一丁目北側を首都高速横羽線、2.3丁目を東海道貨物線が通り、東高島駅がある。線若町一から三丁目を合わせた面積は0.419平方キロメートル。1.2丁目に分かつて、東海道本線の東神奈川駅から伸びていた。 貨物支線の海神奈川駅があり、一丁目の跡地の大部分は下水処理場となっている。首都高速横羽線の東京方面からの東、神奈川出口があり、京急本線、京急東神奈川駅及び JR、京浜東北線、横浜線東神奈川駅に近い。二丁目の中央には運河が流れており、北東側は日本の工場や在日米軍の倉庫、 南西側は、三井倉庫や潮の倉庫がある。海側には、水穂町、涼しげ町へ渡る水穂橋がかかっており、水穂橋のすぐ近くには、匂いエンザナイトクラブや、めめしくて、などのメガボルト撮影に使用された、バーストルダストがある。また、コットンハーバー地区方面へは、水穂大橋がかかっている。山丁目には、日本製粉や、京浜の倉庫がある。 内陸側の三浦東町及び海側の井出田町とは陸続きであるが、入江川博和対岸の千若町1.2丁目には、東海道貨物線以外の橋はかかっていない。横浜市営バス48系統の千若町1丁目、停留所及び千若町2丁目停留所がある。本数はとても少ない。1907年から1911年にかけて、 横浜倉庫株式会社による埋め立てが行われ、1912年3月12日に、千若町が新設された。町名は、横浜倉庫初代会長の千坂孝賀と、専務取締役の若尾育造から一文字ずつ取られている。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。